皆さんこんにちは、ということで僕は台湾に今ねいるんだけど、今日はなんとこの後ろの景色見たことないと思うんだけど、ホテルを移動しましたということで、昨日までいたホテルもねすごいいいホテルだったんだけど、今日はもうちょっといいホテルに、一泊だけね泊まることにしました。でなんとこの場所、実は台北ではありません。台北の隣の駅、隣の駅というか隣の大きな駅、板橋です。はい、こちら今ね東京の板橋ですね。あ、東京のじゃあ台湾の板橋ですということで、僕の今いる部屋からの景色をまずね皆さんにお見せしようと思います。それここなんと、地上29階です。そしてこのホテルが32階建てで、ここ2つ下の27階にエグゼクティブラウンジがあって、で僕もね後で利用できるからここに行って、まあ、ご飯食べたりね、あとお酒飲んだりしようと思ってるんだけど、でなんとこのホテルの、上32階屋上になんと屋外のプールがあるっていうね、まあ、そういう、ホテルです。ということで、なんとね今の時間がまだねお昼の12時なんだよね。ちなみにチェックインさせてもらったのが午前中11時50分ぐらいだったかな。普通アーリーチェックインでも12時からなんだけど、なんか行ったら全然もう準備できてるからいいよって言われて、で無料のアップグレードもしてもらえて、この部屋をね今最安の値段で取ることができました。結構安いかなこのグレードにしては。まあそんなにねスイートルームとかでもないし、まあすごいねスタンダードな形の部屋だけど、まあそれでもキングベッドがあって、で割とこうスペースがフリースペースが広く取られてて、でまああとねこれ見てスピーカーも BOSE があったり、であとはねお風呂かな。こっちのエリアがやっぱり広くていいね。これなんと洗面器が2つあって、でシャワールーム、バスタブ、でトイレ。さあということでこれがメニュー表ですね、このホテルの。これね書いてあるんだけど、1時から9時までお昼の1時から9時までがエグゼクティブラウンジが、ダイヤモンドメンバーとかその会員の人は使える。で、今日がね土曜の夜なんで、まあ、混雑するっていうことで夜の、バータイム、食事とかお酒とかが自由に食べ放題飲み放題の時間は、時間制限があって1時間で、時間がね2つに分かれてて、まあ、どっちを選ぶかみたいな。僕は6時半から7時20分この時間を選びました。で明日もね朝食無料でついてて、それも、僕は9時から10時半の間のやつを選びました。29階から27階におります。ここですね、27階のエグゼクティブラウンジ。鍵をやんないとこのフロアには入れない。ここに書いてあるね、エグゼクティブラウンジ。普段の、ラウンジの感じはこんな感じだね。ちょうど今誰もいない。これぐるーっと、まあ、バータイムになると結構この辺にあのお料理が出されたりお酒がいっぱい並ぶと思うんだけど、もうぐるっとこんな感じで、あそこに飲み物があったり、ここにもコーヒーがあったり、まあ、ここはもう自由に使っていいって感じだね。景色もめちゃくちゃ綺麗。部屋とは逆側だねこれは。であと軽くお菓子と、あとはあれだね、バーだね、ナッツのバー、これ食べよう。あとクッキーとかもあって、でこのラウンジのやっぱ一番すごいところはこれだね、あの外があるところ。僕部屋でさっきあの外があるよっていうことを言ったと思うんだけど、ちょうどだから僕の部屋があの辺、さっきこっちをね眺めてた感じ。これは贅沢だね、なかなかないと思う。なんか高層階にさ、もうプールがあるとかはねまだね理解できるというかよくあるんだけど、この高層階のラウンジでベランダがある、これはあんま見たことないかも。ここ夜とか気持ちいいだろうな。やべやべ、こっちだこっちだこっちだった。やべ、これを入れるんだ、これをこうやって入れるんだ、知らなかった。こうか、これでこうしてこうだ、できるかな。ちょっとあのですね、コーヒーの作り方わからなすぎて諦めました。
ちょっとコーラでも。梅なんか特別豪華すぎず、なんか着やすいし、逆に居心地がいい。おかわり持ってきちゃいました。それじゃあちょっと、この板橋の街をお散歩に行ってきます。ここがバーですね。バーで、これは普通のラウンジだね。1階にある誰でも入れるラウンジ。それじゃあ行くかということで、ここがねヒルトンなんだけど、ここもうなんだろう、本当にビルだらけで、確かもう僕の泊まってるヒルトンのこの脇、この辺がなんかすっごいでっかいデパートみたいになってるらしくて、ちょっとそこに行ってみたいんだよ。なんか台北駅はなんだろう、いろいろあるんだけど、やっぱこう地下街とか、まあ、結構こう昔からあるような小さいお店がたくさんあるような感じで、台湾らしさを楽しめるっちゃ楽しめるんだけど、こっちの方が普通のお買い物が楽しめる感じ。まあなんかそうだね、分かりやすく言うと、もし台湾に住んだらこっちに僕は買い物に来るかなって感じ。あれだ、絶対あれだ、あのでかいビル、ほらこんな感じで、はい、これ全部商業施設、イベントスペースがあったり、ね、あそこなんか画面あったりで、これクリスマスの準備がさ、さっきあのいろんな工事の人が入ってやっててさ、あのさ右側にいるこの雪だるまみたいな、これね何か分かりますか。正解はアナと雪の女王の、ゆきんこちゃんでした。それじゃあちょっと、見て回っていきます。だってこのデパート大混雑すぎてやばいわ、とんでもない人の数。ちょっと僕はこんなに混雑してるプーマのお店を見たことがありません。ということでせっかくなんで、あっちの板橋駅の中行ってみようか。あっちもなんかいろいろあるみたいだから。それにしてもさ、もう外の天気が一日中どんよりしてて、お日様出なくてさ、お日様大事っすね。もうなんか日が出ないせいでもう眠くて、なんかずっと朝からお日様どこ行ったの、いつもお日様に悩まされてるのに、暑すぎて僕は。今日に関しては、今日っていうかもう今週ずっとお日様どっか隠れていなくなっちまったよ。ちなみに今の時間4時20分、あと、2時間あるね、バータイムまで。さあここが板橋駅、板橋駅の駅ビルだね。この中にさ、さっきこっち来るときにさ初めて降りてちょっとびっくりしたね、でかすぎて。この先めちゃくちゃね、たくさんいろんなお店があります。あとこの先だけじゃなくて、この下ね、東京の板橋駅より全然でかいよ。なんか台北駅は台北駅で、なんだろうな、古い建物のあのドーンってしてる感じがまた迫力があるんだけどさ、そことは違ってちょっとこっちのが近代的というか、この地下がね結構グルメストリートみたいになってたから、ちょっと行ってみようか。まだ言ってもさ4時半だからこう帰宅ラッシュでもないし、あ、そっか、今日土曜日だ、土曜日の夜だからもう4時半でこんな混んでんのか、すごい。あ、これね、これ見て、駅弁屋さんあるでしょ。だから駅弁屋さんがあるってことは、多分こっちが新幹線とか特急とか、多分長距離の路線なんじゃないかな。ちょっとせっかくだから台湾のマックなんか食べてみようか。珍しいものなんかあるか。シグネチャー BLT、 普通だな。ビーフバーガー、マッシュルーム BLT、 ビッグマック、チーズ、一緒だな。あんま珍しいものがない。ちょっと喉乾いたんで、全家で飲み物買ってきます。違う、早い、こっちじゃない。ミルク。今ファミリーマートのお会計でミルクティーが全然伝わらなくて、
これがちょっと台湾のなんていうのかな、難しいところみたいなのをね、今目の当たりにしたというか、もう体中で感じ取ったんだけど、英語がねやっぱね台湾は通じない場面が本当に、1とか2とか3とかっていう1、2、3も伝わらないし、今ねこれ頼んだのミルクティー、ミルクも伝わらない、ティーも伝わらない、コーヒーも伝わらない、なんかちょっとなんだろう、もうどうしようもなくて、このミルクティーっていう単語一つ伝えるためにお互いに Google 翻訳を使って頑張って伝えたんだけど、まあ、それでも結構時間がかかった。よし、頑張って勝ち取ったミルクティー、美味しいかな。何これ、めっちゃいい匂いする。今僕のたまたま横にあるこのお店、めちゃめちゃいい匂いするんだけど、これうわ、火鍋屋さんだ。めちゃくちゃいい匂いする。ほら書いてある、石頭火鍋専門店。石頭なのかな店員さん。僕の予想だけど、あの店内の感じ、店員さんの感じ、見た感じ、ここ多分人気店だと思うな。ということで、僕の泊まってるホテル、この真後ろなんで、ヒルトンの向かいにあるこの石頭火鍋屋さん、ちょっと後でさ軽食というかバータイムでご飯食べて、それでもお腹が全然満たされないようだったら火鍋屋さん行ってみようかな。うわー、博多ラーメン見つけちゃったよ。営業時間8時半までやってる。ちょっとね、さすがにここもう何日だ、4日5日ぐらい、白いご飯も食べてないし、なんか日本食っぽいもの食べてないんで恋しくなってきた。ここはまさか日本に戻ってきちゃった。これ、あれ板橋から歩いてたら日本に戻ってきちゃったわ。歩きすぎた、板橋からミルクティー持って歩きすぎた。府中まで来ちゃいましたね。この府中の駅前にはあそこにサイゼがあるね。サイゼとかオウンデイズとかね、会社だよね。あ、てかここ日本か、ここ日本だった。てかさ、ちょっとサイゼ結構多いのよ台湾。さあどんなメニューがあるのかちょっと見てみよう。あそこにメニュー表が出てるから。気になるでしょ、台湾のサイゼって日本と一緒なのか。これ見て、メニュー多分全く一緒って言ってもいいぐらい、文字が違うだけ、日本語がないだけで。ほら、ミラノフードリア全く一緒や。しかもそれだけじゃなくて、このサイゼに入ってく客層も日本と同じ感じだね。なんかそれが嬉しい。今高校生とか大学生とか、もっと若者が集団で入っていく感じが一緒だね。いや本当にさ、なんかもう3歩歩けばナイキがあるんだけど、台湾ってもう15店舗以上、20店舗ぐらい見たんじゃない、下手したら。そしてこっちもそう、3歩歩けばスタバがある。スタバとナイキとアディダスはもうどこ行ってもあるね。そこら中にある。台湾のコンビニはもうセブンとファミマだらけ。あとは、まあ、こっちの台湾のコンビニ、まあ、だけど数で言ったらもう圧倒的にセブンファミマだらけだ。こうやって話してるとさ、またすぐナイキ現れんの、びっくりするよ本当に。ということで5時半ですね。特に買ったものもなく、はい、終了しました。っていうのもですね、確信しましたね一個。台湾で、まあ、例えばこういうアウトドアのものだったり、まあアディダスとかナイキとかたくさんあったと思うんだけど、高い。例えば韓国はもうこういうアウトドアブランドとかファッション関係のもの全般もうすごい、そもそもの金額が日本より安いというか、
あの仕入れに行くような場所なんで韓国は、こういう洋服とかね。だからもともと安いし、そんなにこう円との為替の問題もあんま出てないっていうところもあると思うんだけど、あの台湾はそもそもの多分金額がベースが日本と変わらないというか、全然安くなってないプラス、為替の問題で昔より高くなってるし、なんかね感覚的にマジで日本と変わらないというか、まあ、下手したら日本よりちょっと高い気がするね、ナイキとか、うん、だから全くこうなんだろうな、こっちで買うべき理由がないというか、そんな感じでした。ちょっと今時間が、はい、5時半ですね。6時半からバータイム、お酒飲めるんで1時間ちょっと休憩します。ということでですね、今の時間がもう6時18分ですね。あと10分ぐらいでバータイム始まるんで、これからラウンジに出発します。ちょっとね今日は酔っ払いそうです。あのなんかそんな自分でわかるじゃん、そういうのって、そんな気分ですね。ということで、バータイムのラウンジの中に入りました。あの6時半からスタートなんだけど、今まだ6時20分であと10分間、まあ、食べたりするのは待ってくれって言われました。なんで、まだね食事取らないけど、どういうものがあるかっていうのを紹介します。まずお酒、こんな感じ、台湾ビールもあるし、まあ、ロゼワインとかシャンパンとかいろいろあるね、ワインも。でこっちがウイスキーとか、あとはジンとか何でもあるね、うん、まあ、あともちろんソフトドリンクもあるし、これがフードだね。油っぽいものもあるし、フルーツとか、まあ、こういうおつまみ系もあるし、すげえトウモロコシとかもあるね。夜はこっち出れるのかな。あ、やっぱ出れるんだ。外知らない間に雨降ってるよ。めっちゃ美味しい、これ2杯目いってきます。赤ワインいただきます。おちょっとこれ酔いそうだな。もしかしたらこれちょっと酔っ払っちゃったら、これ終わった後ラーメン食べに行くかもしれない、どっか外に出て。赤、この揚げソーセージが、これまたソーセージとキノコと、あとクロワッサンとチーズと、これがスイカ、こっちにはトウモロコシ。ワインも飲み終わっちゃった。続いてこれジンです。ジンを入れてきました。あとライムでトニック。分量間違えてジン3分の1ちょいぐらい入れちゃったから、多分相当濃いなこれ。アルコール度数 87% ぐらいですね、これやばいっす。ちょっと今日は酔っ払ってきました。このラウンジで脱がないように気をつけます。酔っ払いました、見事に酔っ払いました。ちょっと完成しましてなんですが、お腹が空いてきたんで、ちょっと定食屋さん行っていいですかね。このホテルの裏にですね、日本でおなじみの弥生軒が実はありまして、その弥生軒がですね、台湾ではちょっとおしゃれという噂を聞き入れまして、ちょっと潜入取材してっていいですかね。取材ですよ、あくまでこれは。ご飯が食べたくて行くわけじゃなくて。腹減ったよ。え、なんかタイムズスクエアみたいだな、この辺。気のせいか。
やばい、ちょっとテンションまともにして入んないとこれは怒られそうだ。ちょっと落ち着きます。雰囲気がおしゃれすぎる日本の家受けに比べて、やばい、おしゃれなレストランだ。なんか普通のちゃんとした日本食屋さんみたいな雰囲気になってる。すげえ、台湾の弥生軒は食券制でもなくこれでオーダーするんだ。ちょっと待ってよ、これはさすが、お、すごい、日本語メニュー発見。あ、やばい、最初からおかわり選んでた。ちょっと酔っ払ってるんでね、チキン南蛮定食とかね、絶対普段頼まなそうな太るものを頼みたい気分なんですが、あ、ちなみに僕ね、あの顔に出ないんですよ。どれだけ飲んでも顔赤くなったりしないんで、こうやって見るとちょっと酔っ払ってるようには全然見えないと思うんだけど、ちょっと普段より酔っ払ってますが、生姜焼き定食にします。見て、台湾の弥生軒、豚骨ラーメンあるよ。チャーシュー麺とか、ほら、あさりうどん。これ日本にないよね、豚骨ラーメンとか肉うどんとか。わべ、これさっき気づいてたら僕多分これ頼んでたわ。店内の様子はこんな感じですね。土曜日の夜の7時半過ぎぐらいなんで、本当に一番今ファミリーの方とかがたくさん食事をしてる時間ですね。あの、そんな時間に、すいませんすいません、そんな時間に。なんかこの水ですらちょっと焼酎っぽい味がした今。これが紙のメニュー表。このね、メニューもね、日本のやつよりなんかこう品質がいい。この紙の質がサラサラしてて、写真もなんか綺麗じゃない？なんかこう旅館の旅館みたい。これ？これ。うん。10分？10分。ちょっと時間かかる。時間がうん。あげる。あ、あげる？あのね、なんかね、全然注文したのに来ないなってさっき言ったでしょ、全然来ないって。そしたらなんかわかんないけど、手違いなのかわかんないけど、あのまだこれからあと10分かかるらしくて、でなんかそれを丁寧にね、みんな困った顔で伝えに来てくれて、でそしたらなんと見て、え、あげる、あ、あげる、あの全然待ちますよ、僕酔っ払いなんで。はい、酔っ払いなんで、むしろ料理が増えたのが嬉しい。茶碗蒸しあと1つくれたら1時間待ちます。うまっ、いくらうまっ。来たー、チキン南蛮めちゃくちゃうまそう。生姜焼き定食にします。今日の夕食いただきます。今日の夕食か、今日は朝から何も食べてないから、おかわり自由とか最高すぎるでしょ。味噌汁もやばっ。海外でこのチキン南蛮にご飯は最強すぎる。やばっ、幸せ。味噌汁も完全に日本の味だもん。台湾で食べた中で一番美味しい。それはやばい。満腹だし酔っ払ってるしで、今あそこらのさ、この感じがさ、全裸に見えた。